こんにちは。こんにちは。今日は盆栽大野さんの園に来させていただきました。こんにちは。はい、盆栽大野の大野あさみです。大河です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。豆盆栽を見せていただこうと思いますので、園の中をちょっと紹介していただくような形でよろしいですか。はい。はい。もういっぱいありますもんね。そうですよね。今もうモミジの発芽がすごい綺麗で、こんなちっちゃいの、ちっちゃいんだけど、何モミジだか。これ織姫ですね。長良川っていう種類ですね。で今年ポットからあげてるんで、まだ葉っぱが大きいんです。豆はやっぱりこのサイズにならないとね。これは去年鉢植えにしたやつで、この差。1年鉢で持ち込むと、こんだけ小さくなります。なるほど。でこれは来年用ですね。はい、先ほどあのちょっとお聞きしたんですけど、はい、あの豆盆栽の定義をちょっとご説明、はいはい、商品盆栽は手のひらに1つ、例えば1個ですよね、はい、で豆盆栽は3個以上ですね。だからこれちょっと大きいんだよね。この辺で行くとこうやって、これがカエデか、これ長寿梅、3つ以上乗ると豆盆栽。これが豆盆栽。で、私が勝手に言ってます。定義として。はいはい、ね、説明するときにね。だから小さいやつだと、例えば、と小さいのがあるはず。ちっちゃいのばっかりですか、ね、うん、そうそう、特に小さいの。例えばこれね。これこれこれね、とかね、草でもいいんですけど、ちっちゃければ、はいはい、5個ぐらい乗っちゃいますからね、ちっちゃいと。そうですよね、うん、それも豆ですよね、もちろんね。これが豆盆栽。はい、はい、お見知りおきよと。はい。ここはなんかゾーンで分かれてたりするんですか。結構広いんですけど、ざっとですけど、うん、ここは小さいもので鉢に入ってるものが主に置いてあって、はい、でまあ多少ポット苗もありますけど、奥の方は種をまいたものとか挿し木をしたものでポット苗が多いですよね。まだ販売に至っていない状態。なるほど。で手前の方の方が結構出来上がってるものが多い。そうですね、鉢に入ってる。だけどここは作場なんで、はい、綺麗に分けてるわけじゃなく、はいはい、使いやすいように、育てやすいように、水のかけやすいように置いてあります。なるほど。値段もだから、ついてないのが多いですよね。うん、途中経過みたいな感じ。これ見たことある。そうですか。はい。これ大きい方です、うちの。大きいやつ。大きいですよね。かっこいいです。今この辺でリンゴと街道の交配。今、上がってるんで、ちょっとまとめてありますけども。うん、もうこの辺はぐちゃぐちゃです。今春なんで、うん、順次、草を取って肥料をやってあの並べ替えをしている途中経過なんで、なん何が何だか分かんないか、私以外分からない。私以外分からない。分からない。大学も分からない。分かんないと思う。分かんないんだ。何が何だか分かんない。分かんない。そう、変わるんじゃないよってうちの主人には言ってます。これからの時期のおすすめみたいなのとかもあったりするんですか。おすすめはもう桜も終わったからもみじでしょ、うん、もみじ、うん、今一番販売しててももみじが一番です。出ます。目出しだからね、綺麗じゃないですか。で少女も真っ赤だし、うん、これ茜、茜っていう種類です。これが一番、ま、今葉っぱ出てきたのかな。もうねオレンジなんですよ。これずっとオレンジなんです。秋も、秋はもっと赤くなりますけど、目出しがこの色で、普通緑に変わるじゃないですか、はい、緑にならないですね。うっすら緑にはかかるけれどもオレンジがずっと。であと織姫とかあるけれども、あとねもみじをね種でやってるんで変な葉っぱがいっぱい出てくるんですよね。で種類が分かんないのが多いの。そうなんですか。変わり葉ってやつですか。変わり葉、あー分かんないんですよ。これなんかそうですよ。これ山もみじなんだけど、なんか全然か 違うでしょ、ね、と思って。名前がない。種からやるとこういうのがね、出ちゃうんですよね。ね、綺麗だよね。綺麗。山もみじなんですね。山もみじをまいたものです。だけど、葉代わりしちゃうんですよね。種からやるといろんなのが出ちゃうから。あれ。これ。これも種なんですけど、うん、あれ。どれ？これ。この
濃いやつですか？そうそう、これ野村の実生です。野村、野村ってね、こういう色なんですけど、これ分かれちゃってるから七五三みたいになっちゃってて、ええー、と思って、分かんない、名前が付けようがないですよ、ね、なるほど。七五三ってのは何ですか？あの葉っぱの切れ目が、7、5、3でこうシューッとこう分かれる、はい、分かれがすごいやつ。普通こう開いた時にこれ山ですね、山だけど周りが赤くなってる、そんなにこう切れ目がねあるけれども、あれほどにはなんない、ね、めちゃめちゃ 深い。そう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 、なんだけど野村の種をまいたのでできた七五三なんで、七五三の種をまいたわけではない。なるほど。偶然出来上がったやつ。そういう変なのがいっぱいある。なるほど。一般的なのはね、山もみじこんな感じでしょ。そうですね、そんな感じでしょ、ほら、これもこれも本当だ、これも山もみじの実生です。これも変な葉っぱでしょ。前は山なんだよな、だけど名前つけようがない、勝手につけちゃうね。つけちゃいましょうよ。つけちゃまずかろう。なるほど。これアケビです。アケビ。アケビの花。うちはね、この辺ケヤキ。ケヤキ。ケヤキ。いいですね。手入れしないといけないんだけどね、ケヤキ出てきたらね、すぐ取るんですこれね。葉っぱをですか。そうですこれ。え、どうして。伸びないようにしよう。ここ大きくならないように。これやんないとここから発芽しない。最初に出たやつをあの。取っちゃう。目摘み、うんうん、です。全部取んないですよ。減らす。うん、そう、先っちょだけつまんでるんです。ここ、これこれ。一番先端の。先端のこれをこれ取った、これがやんないといけない。この時に今です。やるの。ちょっと帰ったらやります。はい。伸びてからやると吹きが悪くなるからね。この辺が挿し木しと種まきしたやつかな。ここはぐちゃぐちゃですげ、うん、何が何だか分かんないと思いますが、これ金しでの種まいたんだ。金しで、金しでの実生、ちょうど葉っぱ出てきてかわいい。これが種じゃないとこの葉っぱがもっと大きいんですよ、うん、種だとちっちゃいの。金しではね、あの富士山とかね、軽井沢とかちょっと高いところのにいっぱい生えてて、こう鈴なりに実がつきますから、それをちょっとこうちょっと落っことして取ってくる。なるほど。でこれツタ、ツタ、ツタの種まいて2年、2年半か。種なんですね。種から、種からやりました。こんなんでもね、綺麗に紅葉しますよ、すごい綺麗に、うん、甲子園のツタをあのもらった人がいて、その人が庭に植えちゃって、うん、今庭がすごいことになってる、ツタで。なるほど。それで種が異常に出るんで毎年もらってくるのね、じゃあ甲子園の子たちなんですね。そう、甲子園のツタの子供です。これは子孫ですね。この辺もみじですけど、これはすごいよ、もうぐちゃぐちゃ。すごいな。この辺が手入れしてあるんだけど、ここは全く手入れしてる。なるほど。伸びた。これは挿し木ね、紫式部を挿して。紫式部。挿し木まだ上げてないんです。山村もある。板取りが発芽してきました。綺麗でしょ。綺麗ですね、板取り。うん、カスね、切ってやんないといけないんだけど、これがね、アケビの挿し木。これは挿し木なんですね。挿し木で、結構花つきます。一切アケビ挿したんだけど、ここはもう何が何だか分かる。何だろうねって、あ、アジサイが出てきた。でも花芽がないかな。これはついてない。実際とか何でもあるから、何でもあるよ、ね、何でもあるんですよ。ほらこれ知ってる、シマツルボっていう山荘です。これ花芽、花芽が上がってきた。 あのありますね、ブルーベリーみたいな。あーとね、咲くとね、ヒアシンスみたいな花ですね。はあはあ、紫のちっちゃい花がこのくらいまでいって、葉っぱが可愛いんで、葉っぱがしましまでこのくらいの高さ、これはこれから人気が出る。これをね、植え替えようと思って忘れてた富士桜。ぐっちゃぐちゃになってきちゃった。忘れてた。富士桜。すごいな。あ、この辺も実生の。これ実生の御用松ですが、これは私が撒いたんじゃなくて、ほら、これって撒いた人から譲り受けて、あ、そういうのもある。分けたら枯れたのがね、結構出るね。根っこがなかった。あんまり。もともと1個の鉢にバッて植わってた。もう抜いてこう束ねて。だから、あ、それを根っこがちょっとしかなくて、
と、これが花林でしょ、うん、ここが図書、うん、これが去年刺した出少女、こんなちっちゃいですけど、うんうん、こっから行きますよ。まだ刺したのが6月だから1年経ってないですよね、刺してね、うん、この辺の心拍をこれからいじくり倒すんですが、植え替え忙しくて保留してあります、うんうん、まあでも どんな木にもいろんなやり方でこうちっちゃくしていくっていう、そうですね、ことですよね、はい、はいはいはい、全部やり方違いますからね。なんでちっちゃくしようと思ったんですか。なんでだろう東京の方に今もうなくなっちゃったんですけど、うん、あの聖光会っていう超ミニの豆盆栽の会がありまして、うん、そこにうちの先代からあの入ってて、その会に、はい、そうだんだんちっちゃくなってったの、その展示品がで、はあはあって見てるうちに、じゃあ売り物もちっちゃくしないといけない。なるほど。それでちっちゃくしてったらこうなっちゃった。なるほどね。でもここまで小さいものだけこう集めてる方というか揃えてる方っていうなんか珍しい気はするんですけどね。手入れがすっごい大変だし、うん、あと利益が薄いじゃない。まあ単価がねってことですよね。そうだから数売らないといけないので、うん、だんだん増えてすごい量になっちゃったんだけど、でもいろんな種類やれるんで面白いでしょ、うん、こんなんか何が入ってるのかよくわかんないけどいっぱい入ってますもんね。あのパルコでやった時もね、大野さん大人気でしたからね。ちっちゃいやつ、やっぱり需要はね、やっぱありますね、こういう。あの誰でも始められるっていうのがね、いいんですよ。ただ ね、最初からこんなちっちゃい鉢のを買って初めての人っていうのは無理だよ ね、うん、ね。水やるタイミングが分かんないから、普通の大きさから始めるのが一番いい。これが去年巻いたやつかな。あんまり編み伏せをちゃんとしなかったんで曲がってません。これが未生で、こっちは挿し木だから棒ですよね。棒です。どうしてもね、だから少しずつ直すんだけど、うわこの辺は全部山荘、これから出てくるんでわからないと思います。まだ出てきてないんです。ここら辺も山荘エリア、これは美男カズラの挿し木、これはもう実がなります。刺しても3年ぐらい経ってるね。そんなもんかな。そんなもんかな。延々と続くからね。延々と、うん、ここは山紫陽花でしょ。山紫陽花は全部刺し木です。これも添えには使えますからね。手に使えます。このサイズでもう花が来てるでしょ。これも紫陽花、アジサイ、山アジサイです。ほら、ここに花芽が見えるでしょ。はいはい、これ去年刺したやつ。もう花がじゃ咲くってことですか。咲きます、このサイズで。このサイズでアジサイね、できたらいいですね。んで、いろんな種類、全部名前ついてますけれども、うん、結構咲くんですよ。鉢もちっちゃくできるんですか、これも。これからね、あのちっちゃい鉢に入れます。うん、ちょっと時間がなくて、まだやってないんですが、このくらいの鉢に入れます。あんまちっちゃくするとね、お客さん枯らすからさ。そこはもう、これもアジサイだよ。はい。ここも全部アジサイ。ここがすごい。ここバラのゾーンです。バラ。野バラの挿し木。いろんな種類がびっちり入ってるんですけど、これ小さいけど、これで咲きますから。これで鉢上げしても咲きますし、このまんまでも咲きます。名前が全部違うのも。本当だ。浅見ありますね。アサミの夢、私の名前ですね。はい、これちょっと弱ってるな。アサミはどんな花なんですか。おわん咲き。おわん咲き、あ、要するに、あの野原基本パッと開いて3日目に花びらが散るんですよ。はいはい、おわん咲きのやつはみやびも割と散らないんですけど、はいはい、こういう状態で閉じたりこういう感じで、例えば5個花芽があったら最後の5個が咲くまで絶対散らないから満開になるんですよ。桜みたいな咲き方。なるほど。これにと同じなのがあの何種類か同じ咲き方するのがありますよね。これ私が作ったっつね、名前はつけたけど。あ、そうなんですか。うん、こんなのできたっつって、そういうの何個もあります。お客さんが種まいたのって花も何も咲かないやつもらって、うん、花を見てから名前つけたとか。なるほど。あのほら登録してないから。で他のお店行くと違う名前で売ってる、ね、違う名前だって。これであと1ヶ月するとまるっきり変わりますからね。バラは
バラはあっという間に伸びると伸びてこのくらいでもう花がもう上がります。ちょうど大盆栽祭りの時に出すんですよこれを一斉に。じゃあもう5月には皆さん購入できるとお祭りくれば。そう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 、花芽がもう上がってるやつだけを持ってって並べます。そんな高いもんしないし、これあの小ならどんぐり、はい、どんぐりですがこれは私が撒いたやつじゃない。一歳どんぐりを撒いた人がいて、曲げもしないし網伏せもしなかったんでまっすぐだったのを頑張って曲げてでいつか実が一歳だからなるのかなと思って育ててんだけど、なかなかならないね。やっぱりね、未生の場合はその親の性質を受け継がない場合が多いので、これねだからちょっと本投げてあるんで今年は植え替えてあげないとかわいそうだよ、ね、この辺があれですよ、ベニシタン、挿し木、ベニシタン挿し木です。ちっちゃくなってでしょ、これでなります。満開ですよ、花芽がもう上がってます。すごい勢いで上がってる花芽が、ね、タンポポも巻くしね、何でも巻くからね。これタンポポ、これタンポポ、赤花タンポポっつって赤い花が咲くんです。なんかあの西洋タンポポが主じゃないですか、うん、そうだね、日本タンポポもやってたけど、うん、今切らしてますね。なるほど。一番今あの人気あるのはやっぱり北海道の日高タンポポ、日高タンポポあっちに、あっちに分けてもう置いてある。すごいちっちゃいの葉っぱが、この芽が出てきたね。この2日間の雨ですっごい山荘が、うん、わーっと増えてきた。何も生えてなかったこの間も。あ、そうなんですか。そうそうそう。私あの何でも好きなんで。何でも好き。うん、そうそう、雑草でもね名前ついてれば植えます。種を見たら植えずにはいられな い。そう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 。どうしようもないよね。増えちゃってしょうがないんだから。取り木してるけど出ない。ほら。これは？これ赤葉の獅子頭。獅子頭。獅子頭出ないね。あ、そうなんですか。刺してもつかないしね。今年はもう一回刺し木に挑戦。難しいよこれ。これほら、イチョウ巻いたの去年。あ、銀杏は。銀杏巻いたんですけど、うん、網伏せを途中でなんかちゃんとやんなかったんで回ってない。これからもうちょっと、あ、少し色出てきたからそろそろ。あれですね、でもまだ曲がるからね。あ、そうなんですか。1年生だから柔らかいですよ。あ、本当だ、すごい柔らかいでしょうかね。ちなみになんかどの木が一番好きとかあるんですか。好きな種類、好きな種類あって、なんだろう、こればっか増えちゃうんだよなみたいなのが。いや、アジサイとか多いじゃないですか。アジサイは、うん、剪定するときにもったいないからつい刺しちゃう。別にアジサイが好きで増えたわけではない、増えてたないっていうことですか。なんだろう、なんだろう、私好きなのあるか。大学君は、うん、好きなの大体あるんじゃないですか。でも皆さんそうですね、でもまんべんなくうち種類多いからやってるから、うん、それぞれの良さがある。そう、好き嫌いで分けてるわけじゃないですよね。うん、ただそうだね、あのね、好きとか嫌いじゃなくて、うん、変わってくるのどんどん、うんうん、だから今野原があの面白いと思ったら野原5年ぐらいすごい勢いで増やしたり種類増やしたりいろいろして、で飽きちゃうのね。そして野原にそうすると、まあ、あることはあるんだけど、今ね気合入ってるのは金図か。あ、金図、金図がいかに小さく豆盆栽で実がつくか。あ、チャレンジ中みたいな。うん、うん、金図ね。あと台湾付けさっきやってて、もみじはでも好きです。もみじは大好き。あ、意外と山野草が好きなんで、そうだな、まあ、その時期時期によってこう可愛いのが変わっていくみたいな感じなんですかね。そうですかね。深く考えたことないね。何が好きでも一緒に働いてて思うのは、うん、やっぱり時期によって多いものが違いますよね。売れちゃってなくなっちゃうものがあっちゃうじゃないですか、うんうん、だからそうそう、今多く見えても鉢上げしてなんだりするとまた履けるしって、うん、結構入れ替わりがこの中で入れ替わりは激しいと思いますよね。なるほど、すごいと思うよね、うん、今出生女いっぱいあるけど、うん、多分1ヶ月後にはほとんど挿し木以外はなくなる。なくなる、やっぱ数が出ますもんね。そう、値段がほら、うん、そんな高くないから。そうですね、
なるほど。そう、高くても5、6000円でしょ、このくらいで、で、症状でちょっとかっこよくても。わかりました。じゃあそんな大野さんに来たいという方は一度お電話で確認した方がいいですか。はい、普段上野のグリーンクラブの常設売店の方にしょっちゅう荷を入れに行ってたり、うん、当番でレジをやってたりしてますから、はい、その他に仕入れに行くとか、うん、お客さんに呼ばれるとか、大宮の盆栽美術館の売店の当番もあるから、留守が不定期なんですね。だから何日営業とかっていうのができなくて、で雨の日はまあお休みでしょ基本なんで、必ず電話をしてからご来店くださいと。であとはね、値段がついてない木が多いんですね、作ってる途中だから、うん、その辺はご了承ください。一回ね、怒られたことがあるの、お客さん、値段がついてないじゃないかってまあこの量、ね、考えてほしいですよ ね、 ちょっとね、製造途中のやつにはいちいち値段をつけませんので、うん、ただ売らないっていうわけじゃなくて、聞いてくだされば、だいたい最低300円から高くても1万円ぐらいで、うちの木は。なるほど。そんなに高いものはやってない、うん、まあでも手頃に行くってなるとグリーンクラブがいい。そうですね、うん、グリーンクラブの行事があるときは大抵行ってるし、そうですよね、うん、そうです。その時はちゃんと値段つけていきますからね。来て草が生えてるとか普通の盆栽屋さんが綺麗に並んでるけど、うちはそんなことはやってないので働きやすいように並べております。わかりました、よろしくお願いします。では、まあ、今回このぐらいですけども、知られざる豆盆栽の世界をこの後も動画で追っていきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。こんなのあった。